音入れました。すごい、はい、礼儀正しいやつらみたいになったよ。よろしくお願いします。お願いします。今日はわかる、一ノ瀬うろはさんと白雪レイジオさんに。レイジオ何本当に。いやこれねタイプミスやね。だよね、うん、冷静にコメント欄誰も突っ込まないからさ。いやそう、みんな自然に対応してきたから、うん、受け入れるな。間違ってないと思ってた。めっちゃいい質問あったからこれ読むわ。え本当に NG ないんだよね質問の。ないよないよ。そう言ってたもんね、さっきないって。そんな心配になる内容なの。結構心配になる内容ではある。じゃあ行くわ。エイド君へ、もしメスさんとノセさんと付き合うとしたらどっちを選びますか。カロリーたっけ。いやおもろいやん。うちがドキドキしてたわ、いい質問でなんか大丈夫かなとか言うから。全然うちハラハラする必要ない質問だった。そうだよ。ハラハラしないんだ。しねえか。しないよ。俺もだってどっちを選んでも角が立つやん。どっちを選んでも角が立つって何？え、ちょっと待って待って。どっちを選ぶ気なのよ。でもそれ心の中で選んでてもう一人が角立てるっていう予想があったでしょ。そうだね。いやもう重い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 よこれ。いやなんか言いたいことあんないんだよ。逆に選んでいいのこれは。騒ぎ始めるかカプチューが。いや違う、そっちじゃない、そっちじゃない、なんか違うか。普通が騒ぎ始める方に心配してたわけじゃなくて、うん、選ばれなかった方の気まずさで心配してた。いやまあそれは本当にそう。私選ばれなかったら無言になるよ普通に。いや待ってお前重いって重い重い。いやまあでもいいよ。逆に聞きたい、いいの。いや負けヒロインって言われてるから、うん、値を捨ててくれてもいい。いや別になんならうちうん、何この空気。次自分のことをなんか下げ、お互いに下げ始めるこの空気何。うん、じゃあこれはこれは重いから次行くか、うん、お前何だったの。最初から最後までお前何だったの。いやなんかお互いの第一印象ってどうだったんですか。そういうね、こういう質問が絶対来るだろうなと思ってうちは思い出す。レイドさんと初めて出会ったのいつだっけなと思って過去の配信を遡ったけど、うん、あのマジで思い出せないっていうね。いやマジでね思い出せないんだよね。えメトとは思い出せる。いや、ね、メトはまあギリギリギリ、まあ、メトはギリ思い出せる。思い出せるか、うん、第一、私2人の第一印象思い出せるかな。第一印象一ノ瀬はあのエーペック最強決定戦のカスタム、なんかパンチだけのカスタムがあったじゃん。はいはいはい、あったね。あったわ。なんかあん時にめちゃくちゃ殴ってくるクソ生意気なやつがいるって思ってたんよ。それが一ノ瀬だったんだよね、後から気づいたんだけど。あそうだ、うちのフィニッシャー入れたのが、あそう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 だったんだ、たまたま。そう、それでなんかレイド君とその時チーム組んでたから一ノ瀬さんだったわ、遊ぼうぜってなって遊ん3人で遊んだらなんか意外といい人。まあ、でも今思えばあれはあんま猫かぶってただけでいい人に見えてたんだなって思った。お前話の落ち着けない下手すぎだろ。違う、風評被害だってそれ。違う、そうなんていうの、営業妨害来てます。一ノ瀬裏が悪いやつだったとかじゃなくて、はい、そのなんていうの、そんなちゃんと関わったおもろいやつやんみたいな感じだったってことよ。なんかあんま納得いかないけど。納得いってないか、なんでだろうこれ、ね、やばいか、いたまずい。下げ入ってたな一回。下げ入って、じゃ下げ入ってないよ、上げだよ普通に。上げだったこれ、うん、おもろいやつやんで上げやん。ちょっとフォロー下手だったな今は。レイド君はね、もうあんま覚えてないな。え、覚えてないの。え、覚えてんの逆に。いやでもなんか最初に配信したのが確かその V 最強の、うん、そうだね、最初からちょっと距離感まあ確かにそれはそう、なんか友達みたいな、うん、友達じゃないみたいな、女だなとは思ってたかもしれない。あ確かにそれはそうだったかも。あん時はまだ世間知らずだったから。一ノ瀬と初めて配信した時も、あの時のあたりはまだ世間知らずだったから、う
なるほどね。うん、だっていきなりなんかウルハとか呼ぼうとしてたしね。珍しいのあったよね。一番最初のお前は。まあそうね。一番最初のっていうか最後まで一緒なれなれしいんだけど。うん。向こうやめてもらえる？あ、ごめん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 。ごめん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 。逆にじゃあ一ノ瀬とレイド君は？お互いは？マジで思い出せないレベル。ね、覚えてないけど予想はできる。予想予想はできるじゃないですか。何なの予想って。3年前のレイドさんと多分初めて絡んだのが、うん、多分3年半前ぐらいなよ多分。うん、高校卒業してまうな。そう考えたらもう長いな結構。長い。そう思ったら、まあ、3年半前ぐらいのうちがレイドさんを見て、うん、まず何思うかって多分、うん、パッとしない男性。お前ふざけんなよ。最低だよ。最悪。パッとしない男。あー、なるほどね。マジで最悪っていう予想。まあ確かに私も関わる前は万能型だと思ってたわ。そうね、なんか尖り性能がないみたいなさ、うん、いやもう万能型はなんか褒め言葉だけどさ、まだパッとしないは悪口。パッとしない、言い方同じこと言ってんだろうけど、ふざけんなよ。まあ同じことを言ってはいるよ。いや尖ったところがないみたいなイメージではあったっすけど、まあ今もあんま尖ってるってイメージはないけど、うん、味出てきてる。味出てきてる。味出てきてる。噛めば出るタイプだったか。うん、覚えてる。覚えてる。なんか本当に最初喋った時はあんま覚えてないんだけど、最初にディスコのやり取りした時は覚えてる。え、何それ。なんかちょっと待って、クソ丁寧だった。うちがそう。え、待って、てか遡れるやんディスコードだったら。いやマジで、え、ちょっと本当に遡りたくはないけど。いや、あんまり聞きたくはないよ。今遡ってるけど、また死ぬほどチャットあって、うん、あんまり聞きたくはないよそんなよそよそしい2人。いや、よそよそしいっていうかね、あ、なんかすごいいい人なんだろうな。あー、待って、うちめっちゃいいやつだわ。いや、めっちゃいいやつだった、マジで。びっくりした今。ちなみにレイドさんとの初めてのやり取りは2019年6月11日です。うわー、年季入ってるね。入ってるね。なんか多分レイドさんとうちが話してる時に、うん、この時、うん、あんまりまだ仲良くなかったんだけど、うん、なんかレイドさんが多分何々さんと話してみたいなみたいな、遊んでみたいなみたいなことを言ってて、でうちがその何々さんと話した時にレイドさんと一緒に遊ぼうよみたいな、うん、誘って遊ばないみたいな話したよっていう報告をレイドさんにしてた。そんな話だったっけ。あー、え、めっちゃいい人じゃん。え、そう、めっちゃいい人だね、レイドさんは。いや、なんか思ってたのとちょっと違った。友達思いなんだろうなみたいな。つなぎ役してた。そう、なんかめっちゃいいやつやん。めっちゃいいやつだね。なんか俺だけ持ち上げてて不満だわ、ね、レイドさんがウルハさんって呼んでるうちのこと。ほんとだ、ほんとだ。え、勝手に懐かしむのやめて。ごめん、ちょっと深みが出ちゃった。うん、勝手に懐かしむのやめて。分かった、ごめん。本当にごめんね。せめてもうちょっと深いことをさ、目との第一印象で言ってからにして。失礼しました、そうですね、ないんだよね。まあ、なんかあったかな。ここだ、負けヒロインって言われる理由は。いや、そんなことない。そんなことないけど、うちもメットと深い話 DM でしてるかもしれないから。してるかな。私マジで一ノ瀬とメットのさ、なんかさ、人の DM 開くとさ、うん、あのこの人が他のサーバーでどんな名前してるかどうかが見れるんだけどさ。うん、うん、何これ、いや、これ読んでも別に、うん、いいと判断したならいいよ。牛島くんの牛島くんのモーレズマシンっていう名前でサーバー入ってんだけど、銀融のやつ。何それ。え、わかんない。だから。え、よくそんな見れるね。あの人の DM 入れたらね、見えるのよ。その人の小森目と通称牛島くんのマヨネーズマシンって書いてある。え、多分あのマヨネーズマシンだからスタディーバレーなのは確かなんだけど、うん、
なんで次にやること書いてたんだろうな。牛島くんが書いてあるのかがわからんってことね、うん、なんで牛島くんなのかがわかんない。びっくりしたわ今。えと思ってもこれもしかして読んじゃいけないやつかなと思ってカーソル出したら、うん、銀融詩人って書いてあるからこれは言って平気だなと思って、うん、え待って、あのさ牛と一ノ瀬のさ最初のやりとりさ、うん、牛がこれ見てって送ってるんだけど、加納英子さんの それ見た、加納英子さんのクリップなんだよね。メトとうちが初めてやり取りしてんのも2年以上前だ。そんな経ったの。まあでもそっか、まあそうだね、牛活動して2年経ってるから、うん、そうだね、2年以上経ってるから2年以上前だね。すっげえ前だな、思えば。すごいな、覚えてないよ第一印象とかも。そう覚えてないか、だってうちもなんかレイドさんと深み出したとか言ってるけど、うん、第一印象別に覚えてなかったからね、うん、予想しただけだから、予想がこれみたいな。最悪だけどね普通に、まあ、最悪だったね、うん、ここ1年とかじゃないと第一印象は思い出せないな。じゃあ次はね、カロリー重めでも大丈夫？お前そういうの好きだな。違う、危ないライン渡ろうとしてない？いや違う、大丈夫、危ないくはない、全然いくよ。全然危なくない。うん、白雪レイドウルハからメトに感謝のメッセージ。これ引退式もしかしてお前やめんの、卒業式お前いなくなるもしかして。全然、まあ、いなくなるつもりでいる。今日は一旦はいなくなるけど、あ、まあ確かに卒業のムードじゃんだってこれ、うん、感謝のメッセージは。お前が気持ちよくなりたいだけやん。いやそうだよ、うん、ふざけんな。そうなのよ。え、しかもこれさ、白雪レイドウルハから、あ、そういうことか、二人からメトに感謝のメッセージってことね。レイドくんが一ノ瀬と私に感謝のメッセージを言ってくれるんじゃなくて、待って、めちゃめちゃ気持ちよくなれるメッセージ。わかる、感謝って何？ある感謝。感謝って、いやでもさすがにありがとうってこと？いやそれは浅いよ。浅いの？一番でかいのじゃないの今の？それは浅い、女心分かってない。え、待って、一個あるわ。何？俺さ、うん、最近、うん、小森メトの2周年あのよりどりみどりセットが届いたんだけど、コモリメトの豪運神のお守りをカメラの前に置くようにしてからすこぶる麻雀の調子がいい。めっちゃいいやん。このウェブカメラの下にメトがこっち微笑んでるんだよね。いや、やっぱね、常にご利益あんだよそれ。ご利益があるマジで。だってもしそれデザインした時さ、うん、もうどっからどう見ても運しか上がらんやろみたいなデザインにしてくれって言ったもん。これねいいんだよね、これめっちゃ感謝するべきことだよそれは。いやそれ使い続けてください。一ノ瀬さんは？まあなんか感謝するようなことあったかなと思って、うん、DM をパーッと見直したけど、うん、見返したんだけど、うん、まあ、あんまなくて、うん、見た感じは、うん、見た感じあんまなくて、うん、まあ、でも一つ言うなら、うん、まあ、結構、うん、二人とも分かると思うけど、うち結構やみやすいというかメンタル弱いじゃん、うん、確かに、うん、それでなんか結構いろいろ言ったりしてる時に、だいたい目とポジティブだからさ、まあ、ポジティブっていうか、うん、うちのこと励ましてくれてるからっていうのもあるけど、うん、だいたいメトだから、うん、メトとかレイドさんだから、そういう話するときは、うんうんうん、まあそういうところぐらいしかでもないな。なんかさ本当ね、言葉選びが絶望的に下手。本当に、うん、いいこと言ってるんだけどな。そう、後味悪いなんか終わり方してるもん。それしかないかみたいになるもんな、その終わり方のせいで。確かに、めと、うん、まあ、レイドさんも含めてだけど、うん、まあ、そういう時に励ましてもらってるから、うん、まあ、感謝ですってことですよね、うん、今まで何度も、うん、なるほどね、そう、すごいいいこと言ってんだけどな。あ、でも、はい、うん、一つめっちゃ確かに、てか待って、めっちゃ感謝したいことが二人なんだけど、え、なんかものすごい落ち込んでた時に、うん、もうメンヘラこじらせまくって大発狂みたいな、うん、時に二人にずっと遊んでもらってたんよ裏で。ああね、っていう時期があって。あったっけ？多分ちょっと覚えてないと思うけど、うん、お前だから、うん、もうそれのおかげで今もいる感若干ある。うわ、なんかやめようかなみたいな思ってたから配信。なんかいいね、いい話になっちゃった。
いい話になった。いい話になった。それよかったわ。それなんかジンときたな。本当かよ。いや来たよ。今は、まあ、覚えてねえけど今言ってなかったでも。そんなあったっけみたいな感じだったけど。いやそんなだって一ノ瀬ってさ、うん、あの直接的な言葉は言わないじゃん。やめたいとか思ってても落ち込んだとかは言うけどさ、うん、やめたいって言わないじゃん。確かに。だからうちらには分からないじゃん心の内は、うん、だからそんな思ってる中で救えてたんならすごくね、うちら。いや確かにね、そうなんだよね。うちは2人に申し訳なかったけどね、やっぱ落ち込んでるやつってさ、励まそうとすると落ち込んでる話一生堂々巡りするやん。うん、励ました、うん、一瞬立ち直ったその5分後にでもさやっぱりさ、うん、みたいなその話を永遠と2人に聞かせてて、うちってしょうもないやつだなって思ってたもん。そんなんもん人間みんなありますから。うん、そんなんもう慣れてるよ、うん、やっぱそういうもんだよね。そういうもんだよ。うちも言うしね、目とも2人に言ったり。だってそれこそさ、休止する前とかさ、うん、なんか休止をしようかなみたいな、うん、時2人に相談したやん、うん、出た、あったねってなんかなんか本当に復帰して同説が5人とかだったらどうしようみたいなさなんかさ復帰して人がいなくなったらどうしようみたいな、ガチで言ってた。なんかもう泣きながら話したやん2人に、うん、だからその時もう2人が大丈夫だよみたいななったから、うん、まあじゃあしようってなったし、うん、確かに確かに、もう分かんないけど、まだ席あったしな普通に、ね、休みまくってるから配信、うん、でも俺たちは見に行く、うん、確かに3人はいる。もうえ、私も含まれてない、私も開いてることになんない2人はいる、うん、2人はいる、ね、2人はいる、そうね、そうね、うん、2人は確保できた。じゃああと3人だ、うん、頼む。じゃあ次行くか。おはようございます、朝から配信ありがとうございます。どういたしまして。ではお互いの好きなところ、直してほしいところ、勝てないところ教えてください。なんか引退すんの本当に。いや違う、本当にこんなんがいっぱい来るんだよ、まあ、ないからね、そう、うん、こんなんがほぼだよマジで。じゃあ誰から行く。そう、朝一重いなこれね、本当にそうなんだよね深夜に酒飲みながらする話だよね居酒屋でね、居酒屋でいや好きなところむずいな。え、好きなところがむずいのえ、好きなところ、ふざけんなよ。え、違う、メトの好きなところはあるんだけど違う、レイさんの好きなところがないんだけど、ふざけんな。言語化するのがむずい、しろ。あー、まあ、あーそうか。え、メト結構、え、でもね、私ね結構すぐえできるよ、できるよ。ちょっとメトから言ってよ。え、レイドくんの好きなところ、まあ、他にもあるけど、人のために怒れるところ、うん、あーなるほどね。うん、なんか絶妙に恥ずかしいところ何回かあったじゃん、なんかこんなことがあってさ、ね、みたいな、ひどくないみたいなことを話した時に、そう、熱い熱いやつってこと。うまいな言葉選びが。うん、他にもありますけれどもね、その角がた、どこに出しても角が立たないところとか丸い確かに丸い、うん、いいとこじゃないそれは。いいところだ。でも逆に直してほしいところもある、レイド君は。来いよ。これはね、でも一ノ瀬とは一緒かわかんないけど、はい、まあ、ほぼ一緒やね多分。なんか俺もなんとなく想像つくほぼ一緒というか、さっき話してたんだよね、うん、さっき話してた、レイドさんの悪口してた、はい、そう、どうぞ。あのね、優柔不断なところ、まあ、そうですよね、はい、やっぱそうだよね、レイドさんも分かってるんや、うん、分かってるんだ絶対これだろうなと思ったマジでなんかどこに出しても丸いからさそれゆえにマジで優柔不断、そういうことですよね、うん、まあ、でもいや、ちょっとめんどくさくて。長所であり短所だけどね、短所であり長所か、うん、それは短所だけどね、間違いない順番間違えた、もう角立たないじゃんそういう人って。まあまあまあ、まあ、なんかやりすぎないことって大事だと思うわ。
あーね、そうよく言えばね、そう言い過ぎない、レイド君は何に関しても、うん、なるほどね、うん、いやでももうそうよ、いやでももうちょ聞いて、うん、な何この、うん、この優柔不断の自覚あるからこその今日のチャットの9時半見て、9時半この2分の1を選択したという、あそれそれね、私結構ねおってなったんよなったあ確かに、うん、いやそう最近なんかちょっとさすがに悪いかなと思って、全然良かったのに確かに確かにそういうとこで出してんだ、うん、うん、いいやそのお前うち一度この投げやりまであったのにうち結構時間とか全部聞いてるだけでなんかチャットしてる量は多いけど、うん、うち何一つ決めてないからこれ何にするみたいな、まあまあでもその結果、うん、雑談になったからまあいいじゃん、確かに、うん、結果よ し, しね、結果よし、うん、勝てないところなんだろうな、麻雀ああ脳みそ使わない、 ある、うん、え機械的なところ何急に、いや牛いや違う、機械的なところって人間としてとかじゃなくて、そのなんていうの、機械面強いじゃんメイド君が、機械的って、あメタの方ね、そういう話か、そうそうそう、急に俺そんなドライなやつかなって思った、そっちの話が違う、言葉が違う、なんか PC 周りはね、そう PC 周りでね、レイド君にめちゃめちゃ助けてもらってるし、うん、今この配信ができてるのもそうレイド君のおかげだから、サポートセンターしてたからな、そうなんだよ、そこらへんは勝てないな、頭脳、確かに、うん、それ負けちゃまずいな、でもさすがに、さすがにか勝てないところ、うん、そこぐらい、そこぐらいってことはないけどね、そこぐらいそこおいそこぐらいではない、そこぐらいではないけど、締めが一番強いのそこかな、まあ確かに、確かにそれ言われたらそうやな、そうかな、そうかな、やめて、一ノ瀬は一番そうだよ、いやだってお前だってメモリーサワサワして記憶に染みついてんのはさ、うん、レイズさんがさ、うちとメットが一生懸命マイクラのサバ立ててるってレイズさんだけさタルコフかなんかしてる強すぎてさまあそうね、なんかあんまり機械的なところで助けられた覚えがなんか、そこのマイクラでイメージ染みついてる今、確かに忙しくて、それとも困ってんのにずっとタルコフしてて、うん、銃声でかすぎてバレるっていう、一番空気凍ったもんな、そこやっべってなった、えってなったもんこいつマジみたいな、もうできることないかなと思っちゃってでもさ、あの言ったら最強決定戦のさ、うん、あのなんていうの、二次会っていうの、うん、なんか高野菜でさ、あの、うん、一ノ瀬の PC がぶっ壊れてさ急に、うん、うん、で、あれ結構真剣にこれやってみた、これやってみたとか聞いてたの、レイド君だったくない？まあ、確かに、うん、そうだっけ、なんだよね、忘れた、いや、だからもう忘れてんのよ、結局なんかあっても、結局リスナーが言ってくれたメモリー1本抜いてみて、なんか解決したから、確かにあんまりレイドさんの教えが身になった覚えがない、うん、あんま関係なかったかもしれない、うん、かわいそう、うん、かわいそう。じゃあ2人は、2人は野瀬の分は、うん、一ノ瀬の好きなところ、一ノ瀬の好きなところはむずいの、うーん、ないもしかして、いやあるあるけどなんか大丈夫なのかな、まあでも言ってるわ、一ノ瀬配信でも言ってるからそうだけど、うん、あの女なところが好き、えなんか一ノ瀬ってさ、一見さなんていうの、サバサバしてそうとかさ、あはいはいはい、思われがちだけどさ、そのそう、ちゃんと関わってみるとなんかちゃんと悩んだりするし、ちゃんと優柔不断なところもあるし、でも勢いよく決めきるところもあるし、なんかちゃんと女の子、それは確かにそう、うん、配信でも言ってたやん、自分のちょくちょく、それ聞いたことあるから、ね、言ってもいいやつだと思ったけど、もう全然いい、そう、そこがいい、 ありがとうございます、うん、そこが好きなところ
女同士で話し合いできるやつね。そうで、直してほしいところは、直してほしいところは、あるかな。ないな。ないの？ないの？なくない？あるの？メイドさんはあるんじゃない？俺は俺はあるよって言おうとしてる、これ俺はあまで言ったもん。違う、あの、直してほしいところは引っ越さない。あ、うん、なんか限定的なものになる。こういうところとかじゃなくて、引っ越さない。なるほどね。そうだって、もうそれは本当にそうだと思います。そうだよ、だってうちらカーテンまで選んだよ私は、目とはね。なるほどね。カーテンまで選んで、いやもうちょいだから、もうちょい引っ越すんでしょ。でもさすがに引っ越すもう信じれない自分がちゃんといるもんな。いやマジで引っ越すし、うん、その話配信でしたわ、2人で信じられてないっていう、うん、そうマジで、だって本当にって言ってるもんね毎回、うん、いやでもね、次は引っ越す、あの申し込みはしたんだよ。はい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 。おお、いいね。秋次第入れてくださいって。楽しみに待ってます。ありがとうございます。勝てないところ気の強さえちょっと待っておい、まあいいけどまあいいけど、いやでも結構いいところじゃない？ありがとう。芯がしっかりしてるってことじゃん。確かにね。うん。喧嘩とかさ、あんましたことないよね、メトと一ノ瀬って。ないね。喧嘩したことないけど、喧嘩したら予想なんだけど、なんか私がめんどくせえってなって折れる気がするから。まあうちが多分折れないね。だよね。うん。そこが勝てないところ。やめて、うちが子供みたいだよ。いやでもいいじゃん、芯を持った。子供ではあるけど、芯を持ってるってことじゃん。 ありがとうございます。そういうこと、まあそこですかね。おー、ありがとうございます、うん、なんかいいコーナーだねこれ。いいね。うん、あなたにも番が回ってくるよ。でもそうだった、そうだよ。で今、うん、レイドさんの好きなとこ思いついたから。思いついたいやさっきメトの話聞いてて、うん、うちが勝てないところっていう話の時さ、麻雀ってさ言ってさ、うん、それでハッて思い出したんや、うん、えうちレイドさん、うん、あでもメトとマジで被るんだけど結構、うん、V 最強決定戦3人で出た時も、ま、レイドさん男泣きしてたやん、うちらいないとこでうん、してた。まあまあまあ、まあ、それもまあ、うん、熱いし、あと思ったのがこの前の麻雀の時にレイドさんが、まあ、なんか言うたら遊んでくれてたの分かる、うん、メト。なあ、見た、切り抜きで知ったメト。いやそうなんか、うん、こいつってマジでできてるなってなった、うん、分かるそこで人として、うん、なんかああやってさ、自分ができるからって遊んであげてられる人が多いかって言われたら別にそうでもないと思うんだよね。そうかな、なんかやり方とか教えてあげながらとかだったら分かるけど、うん、あんまりああいう風に別に何も言わずに、うん、なんか自分の中で縛ったりとか、なんか遊んであげてたりとかする人はあんまりいないと思う、うん、まあ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 からこいつすごいなってなったそんなところで株上がるんか。いやめっちゃ株上がった、あの時ちょっと最後まで言わないのがまた、まあ、確かにそれは本当にそう私だって絶対言いたくなる、うん、私も絶対言いたくなる、実は手抜いてましたへーみたいな、実はそれ論だったんだけどねみたいな絶対言ってたけど絶対言ってる言わないところがねかっこいいと思うよ。夜は海の色、さよならの呪文で咲き